今回はスクワで簡単エビマヨ風の作り方を紹介します。エビの代わりに安価でお手軽なスクワを使ってエビマヨ風に仕上げます。作り方も衣をつけて揚げたスクワをソースに絡めるだけの簡単なレシピですよ。それでは作っていきましょう。スクワは小さいサイズのものを5本使います。それを7mm に切り込みを入れ4等分にします。材料は下茹でしたブロッコリー10個とスクワ5本だけです。ソースを作ります。マヨネーズを大さじ4くらい入れます。酢を大さじ1入れます。砂糖を小さじ1入れ、マスタードを小さじ2分の1入れ、ごま油を少量入れ、味の素を少量、醤油を2、3滴くらい垂らします。これをよく混ぜ合わせておきます。器に小麦粉を大さじ2杯混ぜます。片栗粉を大さじ1くらいで、スクワにしっかりとまぶしていきます。水を大さじ2杯くらいで混ぜ合わせます。少し水分が多いようなら小麦粉を少し加えます。このように斜めにしても水分が流れてこないくらいに衣をつけておきます。鍋に油を入れ、170度くらいの温めスクワを揚げていきます。スクワは塊にならないように一つずつ間隔を空けて油の中に入れていきます。スクワを全部入れたら油の温度が下がってくるので強火にして油の温度を一定に保ちます。スクワの衣が固まって切らしたら、つかないようにお玉玉を使ってほぐしていきます。大体揚げ時間は30秒くらいで OK です。スクワがカラッと揚がってきたら、仕上げよく油を切っておきます。マヨネーズソースの中に入れたスクワを入れます。茹でたブロッコリーの上でよく和えていきます。全体にしっかりとソースが絡んだら型に盛り付けます。これでスクワで簡単にできるエビマヨ風の完成です。安い材料でお手軽に作れるので、よかったらお試しください。
このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。